はいどうも、ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。これがね、スピード600のパワー型ダッシュ M を持ったスピード300持ってるアグナムート重心回です。超パワー型ロボキラー M、 マフージ M、 で源流フージ M で、なぜかねダメージオーラどっか行って超アンチワープとコネクトスキルがアンチ魔法陣。ただね、コネクトスキルはまあまあ発動させやすい、まあまあそうだ、発動させやすい方だと思うんで、やっていきましょう。で、クエストはね、全部ロボットの、オールロボの、アシュラカイか。アシュラカイなんですけども、このクエストね、雑魚同時処理なんで、ステージ1に関しては結構手間取ると思うんで、ちょっとめんどくさい方は飛ばしちゃってください。この後、ブーストかけ、ブーストかけで、もう、ガンガン削って、終わらせていこうと思います。で、ストライクショットもね、20単位短縮されてるんで、もう雑魚処理めんどくさいところは、使っちゃいます。よっ。処理してくれ。オッケー。ワンセット。セットさえ減らしていけばすぐ終わる。痛えな。痛えな。友情コンボ。あれ?あ、そう。痛え。死んじゃうよ。おぉ、死んじゃう死んじゃう。ちょっと勘弁してよ。お、やばいな。やばいんじゃないか?これやばいんじゃないか?耐えれるか?ギリだね。ちょっと待って、ちょっと待って。そんな、ここで苦戦する予定なかったんだけど、ね、ここはでも多分ね、一番の鬼門。今回のこの動画の。いや、次まずい、次まずい。スピード600あるとはいえね、減速率はパワー型だからね。怖い怖い。すいませんね。ストライクショットが待ったら早いと思うんだけど、ちょっとね、ほんとめんどくさいから飛ばしちゃってくれて構いません。ここはね、多分ほんとにぐだるんだ。よっ。いやー。いて。そろそろ決めたいな。そろそろ決めたいけど、まあ、SS が溜まるのもいいことなんだけど。びっくりするぐらい決まんないんだけど。あとギャラクシーだけ、ギャラクシーだけなんだが。取らしてあげて。これ次で決まるでしょ。さすがに。マジかよ、決まんねえじゃん。もう決めるつもりで打ったよ。上倒しちゃうよね。ここまでぐだると、まあね、そうだよね。星52体積んでっかんな。こいつらが悪いわけじゃないんだよ。この子らが悪いんじゃなくて、いけ。はい、ブーストかけます。とりあえずスピードブースト。これでね、さらにスピードが上がると。まあ、準備運動だと思ってください。今までは。今までは準備運動。こっからです。こっからね、もうなんていう名前。チャイコフスキーはね、毎回毎回バフかけてくれるんで、こんなん縦勘で余裕っすよ。あー、余裕じゃなかったか。友情コンボでギリギリだ。はい、ステージ1突破。そう、だれるところはもう SS 使ってきます。こういうね、ボスがいたところはもうボス完全突破できます。いや、ビットン壊したかったな。ビットン壊れてくれりゃ縦勘ゴリゴリ。そう。あとね、嬉しいことに攻撃クリティカルちゃんと持ってますからね。攻撃クリティカルはね、かなりでかい。だって元々のパワーが半端ねえ、3万ぐらいあるのかな?もともと3万近いパワープラスで、クリティカルでさらにキラー M。で、スピードが 300×2。だからね、まあ、友情コンボは正直言って弱い。まあ、パワー型だし、内部弱点も拾えない。そんな友情コンボですけど、それを補って余りあるこの殴り。で、今回ね、アトゥムとアグナ
X とアグナが、まあ、重心化カイと重心化したんですけど、その3キャラの中で一番のあたりは私はアグナだと思う。こいつがね、ぶっちぎり。ぶっちぎりでいかれてる。ただそう、多分ね、正直ダメージオールは残してほしかったんだよね。ダメージオール、アンチワープ、アンチ魔法陣とまで言わないけど、そこまで贅沢は言わないけど、もうちょっとなんかこう、あったんじゃないのとは思う、正直。やーべ。あ、いいか。3P の横から倒せるかな。よし。3P 上げてあげて、弱点ザクザクで突破でしょう。はい、OK。すげえ、強え。これは強い。あ、でもカラスも溜まったな。カラスのバフかけていこうか。あ、これ届かねえや。バフ少々お待ちください。ちょっとね。で、ここ同時処理が必要なんで、ここはもう SS を使わせていただきます。あの、ステージ1の下りがあまりに長かったんで、あそこ早送りできればよかったんだけどね。もう何度も言ってますけど、私早送りできないんで、そういうおしゃれな編集技術は持ってません。え、ミスった。うわ。嘘。やっちまったな。まあ、もう一発使うか。どうせね、あの、雑魚に関しては、あ、ボスか。ボスに関しては、バフかけのアグナザクザクで終わらせるつもりなんで。いや、ただ、ちょっと予定外だったな。雑に行きすぎたか。サクサクサクと。メテオも20ターンなんて打ちやすくなったからね。はい、OK。で、ボスじゃなかったか。まだ捨てごか。バフかけれっかな、これ。OK。これで化け物完成。スピードがやばい、かつ、キラー M を持った超パワー型の殴りの火力もやばいキャラ。さあやっていこう。やべ、380万。相手これ、貴属性じゃないですからね。もちろんバフがけはしてます。スピードもバフかかってます。でも、ここまで上がるかってぐらいの火力。友情コンボも今は強いぜ。はい、突破でございます。じゃあ、ボスやっていきましょう。こっからバフが切れるまでに終わらしたいよね。無理か。さすがにそれ無理か。ボスの場所が良くないな。もう、雑魚ほぼワンパンだね。まあ、ほぼだけどね。このまま、死体に集中させて、ボス特攻。オッケーオッケー。あー、まあ、雑魚ワンセットぐらい潰してくれれば楽だったんだけどね。つえ。あー、攻撃クリティカル惜しいな。ただ、まあ、とりあえず、うわ、いて、すげえ痛いじゃん。はい、オッケー。そう、一応、チャイコフスキーも今、バフかかってます。まあ、だからどうしたっているくらいだけどね。いやー、横勘だよな、これは。おー、オッケー。で、バフ切れが、自順か。SS 溜まなかったな。倒せないか。さあ、ラスゲ、やっていきましょう。いや、これほんと強いよ。さあ、しかも刺さるところが多い。こんだけキラー持ってっかんね。バフがけ、オッケー。
そしたらあとはもうザクザクやるだけ。すげえな。これ別に時間殴り倍率アップしてるクエストじゃないよね。そんじょそこいなのストライクちょっとより強いじゃん。ただ攻撃バフが切れちゃいましたね。弱点に友情コンボでドン。決まんねえか。これで決まってくれやな。切りよかったんだけど。というわけでご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。強えよ、これマジで。はい。あ、一応ね、身で強化されてるんで、そこご了承ください。攻撃力がね、4000ぐらい上がってるのかな ?4500 ぐらいか。でございます。じゃ、バイバイ。